フェスト・ビンクアは、日本のビジュアル系、ロックバンドである。ビジュアル系、バンド・シンクリアのメンバーによって結成されたバンド。シングル、桜舞い散る季節に、君が夢見たことを、ジャンヌ・ダルク・キヨがプロデュースし、VK、インディーズシーンにて注目を集めながら、精力的な活動を続けていたが、地元大阪でのワンマンライブをもって解散。2010年4月24日に、 シンクリアが解散した後、同年9月26日、渋谷王イーストにおいて、HAL と共がライブに出演することが決定。またサポートメンバーとしてヒロとカジが参加。事実上シンクリアのメンバー全員が顔を揃えたことになり、その場をもって話し合いを行った結果、再び4人でバンド活動を再開することを発表した。その後10月10日、新バンド名を フェスト・ビンクアにすると発表した。フェストはドイツ語で、エン・ビンクアはフランス語で、勝利者を意味する。同年10月27日に、渋谷アックスにて開催された、ライブ W ロッキンママプレゼンズ、サイケデリックパーティーボリューム1、ヒーロー、オープニングアクト A で、フェスト・ビンクアとして、初のライブを行った。2012年5月20日に、友が脱退し、 2012年7月14日に、ガクとアイルが加入。5人体制となり、第2期フェストビンクアの活動がスタートした。2017年4月26日に、カジが体調不良により脱退し、サポートメンバーを迎えての活動となる。2017年10月27日大阪南ンハッチでのワンマンライブ、フェストビンクアセブンスアニバーサリー。 セブンマイナスにて2020年10月に大阪城ホールのステージに立つと決意表明した。2018年3月25日に大阪城ホールへ向けてここがさらなる高みを目指すため、2018年10月28日の大阪ナンバハ公演、ナインスバースデーの約束2.01.9 1.0 2.7をもって1年間の活動休止を発表した。 活動休止中は、メンバーココソロ活動による展開がされた。2019年7月14日に独立を発表。同時に、フェスト・ビンクア2019ツアー、リーバースが発表されたが、全所属事務所の主張により、フェスト・ビンクアを名乗れなくなる。そのため、FV という別名義のバンドとして、同年10月27日に活動を再開した。2020年7月10日、 東京高等裁判所に主張が認められ、同年7月14日にフェストビンクアとして完全復活を遂げた。2020年10月27日、バンド指導10周年を迎えた。ありがとうございます。